ということで。そうですね。ああ、やるのか。まあ喧嘩じゃないんだよね。あ、どうもどうも。ですね、今日ですね、はい、どうぞ。なんすかこれ。いやいや、懐かしいでしょ。懐かしいね。実はですね、怪我人おじさんは、うん、まあちょっと怪我がなければね、もう、はい、オリンピック出れたようなボクシングの選手で、ここで言っちゃう。まあまあいいでしょう。うん、まあでちょっとね、はい、町の喧嘩自慢の方が結構今来てて、それ探しに行こうと。なるほど。だからまああなたとね、はい、もうその本当に殴り合った相手怪我しちゃいけないから。確かにそうだね。あ、まあちょっと軽く準備運動してちょっと見せてやって。膝のブランクあるとは言ってもね、あ、まあオリンピックの代表にもうすぐで選ばれそうだったら、まあな、怪我さえなければ今頃世界チャンピオンになってたっつってな。そうじゃあちょっと軽く動きだけ見せてやってくれよ。いいわ。あ、なるほど。ああ、もうパンチが重そうだね。ああ、よしよし、おい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 、おい、打て、いいですね、いいね、はい、じゃあさ、はい、街でいかつそうな人、はい、喧嘩とかやってもいいですかって聞いていこうよ。そうやね。うん、で、この辺結構、これ街じゃないよね。いや、この辺で滋賀で一番街で、滋賀でこれ一番、この辺に相当強い人がいっぱいおるっつって。マジで。うん、で、それ辺を探して、うん、もしよかったら、喧嘩じゃないからな、これ喧嘩はダメだぞ。わかるわかる。喧嘩じゃないから、うん、あくまでスパーリングだから。そう、うん、で、ルール持ってやり合おうよ。まあ、こっちもね、やっぱり経験者だからね。うん、まあ、その辺は分かってるから。まあ、ルールはじゃあボクシングルールでやりましょうか。かっこいい。なかなかおらんな。その格好で。まあ、ちょっと歩こうよ。そうだね。2時間でも3時間でも歩くぞ。そうだね。で、歩いて見つけようよ。ちょっといいんじゃね。なんか変な人。ちょっとなんか強そうじゃない、なんか。わかんねえな。がたいがいいね。うん、ちょっと声かけてみるわ。ちょっと声。あ、俺じゃなくていいの？まあまあ、いいよ、いいよ、いいよ。すいません。ちょっと今、YouTube で、町の喧嘩自慢と、ちょっとスパーリングしてみたってやってるんですけど、はい、あんまりにも強そうなもんで、ちょっと声かけさせてもらったんですけど、大丈夫ですか？何をやって？スパーリング。やっていいの？僕は一切手を出さないもんで、うん、で、このグローブをちょっと渡しますんで、一回僕に本気でこう、スパーリングで、うん、やっていただけるということで。そうですね。やるのか。まあ喧嘩じゃないんだよね。まあ。オッケーオッケー。じゃあちょっと待って、落ち着いて。じゃあこういうルールにしましょう。一応元オリンピック出れた、金メダル取ってたんじゃないかっていう逸材なんで、お名前の方は。あ、小太郎。あ、小太郎さん。じゃあ小太郎さん。脱いで。そうやね。小太郎さんに思いっきり殴ってもらう。で、この男はもう逃げるだけ。かわすだけって。かわすだけで。ぶん殴ってもらったらいいんで、もう、本気で。当たりそうで。いや、それは当たってもしゃあないよな。まあでも強そうだ。大丈夫。まあ殴らないんで。そう。本気で来てください。俺、総合格闘技15年やってるから、大丈夫。15年。まあ15年、まあ大丈夫ですね。オリンピックで、まあ、代表候補になろうかというところまで行ってます。ワンパンで行ってもいいよね。いや、もうワンパン、多分当たらないと。ワンパンで行っちゃう。じゃあ、分かった。じゃあ、ちょっと。向こうでちょっと石で危ないんです、そっちの方で。どうぞ。どうですか。あ、今日は応援しといてよ。日本さんすごいですね。さすが。オリンピック代表に、ね、選ばれるかどうかで怪我しちゃったんだよね。やっぱ動きがやっぱりもう違うね。ちょっと太ったから動きにくいけど。そう、動きはね、もうお腹も出てるから。いや、怪我すごかったわ。じゃあちょっと俺の右ジャブを、俺カメラ左手で持って右ジャブをちょっとかわしてよ。でもなんか結構7割、まあ、本気で当てますよ。当てようとして。当てる。で、いや、痛くないから大丈夫。行くぞ。どうぞ。お前は余計見ない。お前当てにいっとるよ。お前当てにいっとるよ。お前当てにいっとるよ。いや、当てにいかないと。
ガチで。いやいや、でもうまかったうまかった。あ、疲れた。ということで今のよかった。うん、ケニーおじさん今後殴られ屋として明日名古屋駅行こう。今顔見たらさ、明日名古屋駅行って、喧嘩自慢呼んで、喧嘩自慢や、ね、殴ってもらおう。そうやね。でも全部買わせやんや。そうやね。殴られ屋。殴られ屋。ということでありがとうございました。どうもー。